はい、どうもこんにちは。自転車返してです。メリー女王様の脚本パート3やっていきたいと思います。なんかな、前回パート2まで進めた感じで、俺のこうちょっとなんて言うんやろう、あんまり好ましくない予想を言っていい？このゲームパズル一回も登場しないような気がしてきた。パズルゲームっていうジャンルにはなっててんけど、まだ一回もそういうなんか考えるようなことがないからな。パート2まで進めてて。美しいお姉さんです。みんなこれ音楽聞こえてる？ BGM。 一応な、 BGM がすっごいちっちゃい音で流れてんねんけど、まあ、もし聞こえてなかったら次ぐらいからこう設定を変えようと思うんで、どこ行ったらいいんやろ。あ、これカーペットか？これカーペット沿いにこう行ったらなんか部屋があるんかな。ほぼ開かへんな。ほっ、おーし、来た。あー、やばいやばい。絶対攻撃される。絶対攻撃される自信がある。絶対攻撃されるやん、今のやつ。もう明らかに移動速度違ったもん。ちょっと待って。A で武器を使う。S でアイテムを使う。D でスキル。Q で、はいはいはい。クロスか。クロスが一緒に戦ってくれると。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。A、S、D、Q ね。あ、ほんまに Q のとこにクロスのマークがあるわ、この下の。よし！さあ来い。クロス、このファミリアはあなたと違う。私の周りを、すごいうろちょろしてくる。僕のファミリアと彼のを比べないでください。もう来てます！このヘイブン、マスターが気づけないけど、ファミリアはもう気づ、あ、なるほどね。なるほど、なるほど。あ、なんとなくこのヘイブンとか、分かってきたぞ。こう、マスターは人間？あ、クロスがマスター？さっきのパート2で言ってたとこのヘイブンは、クロスのヘイブンなんか。で、ここはなんか別の人形のヘイブンやと。で、ファミリアっていうのはその手下みたいな感じかな。ここから出ないとダメなんです。メリーよく聞いて。このドール、こっちに来るなら武器を使って殺してください。え、武器は A やな。オッケー、了解。いや、そんなこと言ってるわけじゃないよ。もうね、この、何やったっけ？あ、まあ、いいや。あなたのファミリアみたいに私たちに話したらどうする？人間がドールを勝手に捨てて、ただ話ぐらいにかわいそうな気持ちを感じたらバカバカしい。早く殺しなさい。わからんけど、やっちまおう。W で武器をつけて？なるほど、なるほど、なるほど。W で武器をない。ちょっと待ってな。アイテムならいっぱいあんねんけどな。スキルもないな。どうしよう。逃げよう。ほぉ！強い強い強い！やばいやばいやばい！ほぉ！すげえ音楽かっこよくない？やばい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 。もうスターウォーズみたい。なんか落ちてないこれ。ウィス。ああ騙された。可愛い女の子かと思ったら違った。なんやこの、話しかけるまではじっとして。こいつのとこだけナイフとフォークが準備されてんな。あ、でもあいつはあれが一定の自分のテリトリーからは出てこないタイプのあれが。誰かに似ている絵画です。誰かに似ている絵画です。足りないものは何かな？どう考えても目やと思うけどな。おーい。神。美しさ言うたろか。もちろん。お、鍵見つけた！よかった！美しさとか意味わからんことやらんで。ここで除菌といてよかった。よし。鍵もゲットしたことやし。とりあえずこいつに話しかけていくか。あれ？あ、やった。あ、待って、話しかけるか。ああ食らった食らった。やばいやばい、ちょっと待って、タイムタイムタイム。ヒーリングララバイ。イェーイ！大回復。こんなスッと使って芋やったんかな？なんかもっと貴重なアイテムのような。椅子の下に何かを！
何やねん。何やねん。その先は何や。あ、やばいな。あ、多くのやつ気になるけど、ちょっと、もう無理やな。おあはめ、はめ、は、あ、危ない。これ何？これ何？この絵画の後ろにドアがあります。でも、きついそうで入ってできない。鍵では開かない。どういう意味？僕たち人間が秘密をすごく気に入ったから、お！来た！ついにパズル出てきたぞ！僕たち人形が秘密をすごい気に入ったから、パズルとかスイッチとかでこのドアを開ける。なるほどね。了解了解。絵画から壁までスイッチを探した方がいい。待って、あ、ば、ば、ちょ、やばいやばい、強すぎるって。強い強い強い。コウモリの羽って何？はあ！無理無理、そんなスイッチ探してる余裕ない。あ、これ確か回復剣じゃない？ワゴン。あれ？さっき食らったのに回復してんな。あ、もしかしてあれか？クロースがダメージ食らったけか？鍵ゲットしたけど、あ、こっちか、こっちに行けるようになったんや。え、小さな扉？ちょっと待って、かっこいい、音楽かっこいい。アチックって何？ほな開けるか。はい。お、コウモリや。え、戻ってきた。パズルをしたいな。開ける。あ、そんななしやわお前。痛い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 。ちょっとひどいわ。もう勘弁してや。はい、回復。あざす。セーブしとこ。怖っ。あ、こっちもいけるようになってるわ。おおーし、やばい、血まみれや。このイラストは、お前のんきにイラスト見てる場合か。一回それを手に取って落ち着いた場所でゆっくり見ようぜ。アマンダ、最初に思ったけどこの平部にアマンダのイラストいっぱいありますね。なんか気持ち悪い。それはお前アマンダに失礼やぞ。一体この人形は誰なの？メリーどうしたの？お、大きな絵画を動いたみたいな音が聞こえました。待て待て、まだ見たいものがいっぱいある俺には。うわ、痛い！赤、赤いクレヨンを見つけた。いや、まだ体力があるぞ。あ、コウモリの羽や。はい！何の役に立つかわからんけど、とりあえずゲットしとこう。あ、待って。向こうにまだ行けたな。ちょっと、ワンちゃんに回復頼むか。ちなみにこれ走れる？走れるやん！走れるし！いてててててて。ふっふぅ！お前ら雑魚いの！こっちとら走れんにゃ余裕や！今見たか、クロースのジャンプ移動能力を。ピョーンって来たで、こっちに。えいっと。大きな絵画つったらここよな、多分。あれ？これじゃない。これじゃない。ギリギリ私たちが入ってできる。よし、行こう。おーし、来た来た。パズル要素がどこにあったか分からんけど、なんか入れた。リバイブララバイを見つけました。ドールの中で手紙を見つけました。愛しい君へ、君に会いたい。元気だった？俺はもっと強くなった。理想の人形になりました。だからね。あ、なんかそれ、旅に出て、たくましくなってきて、帰ってきたぜ、みたいな。それだけ。あ、まだ開かないか。たくさんの絵画がここにあるんですね。全部調べなきゃダメかな。めんどくさい。全然楽しくない。すごいな。いつもの俺みたいなこと言うな。人形が人間のために秘密を隠すと思うの？これはパズルゲームではない、メリー。楽しいことはない。それを言うと、もっともっと調べたい。あ、逆に？好奇心をくすぐられる？それとも、やったろやないかという、そういう気持ちになるってことか。なるほど。これじゃ探索してこいってことやな。もしなんかこの先積む感じやったらカットするで、ほなら。ちょっと待って、痛い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 。ふっふー、早い早い、移動速度早いっていいな。ヒーリングララバイ。
さすがにこれ壁を調べるっていう鬼畜さはないよな。よし、こっち行くか。お、鍵や！あ、さっきの鍵はここか。宝箱。ヒーリングララバイか。ヒーリングララバイ。めっちゃゲットできるやん。ここは男の部屋です。中に見ないで。本当に男の部屋なの？なんでクロースがそれをわかる？いいから中に見えないでください。くらったくらったくらった！やばいやばいやばい！危ね！こいつ強いな。深そうなベッドですね。あ、枕の下に鍵を見つけた。積んだ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 。めっちゃ攻撃されてる。めっちゃ攻撃されてる、左のやつに。ちょっと待って。何が足りひん？目あるよな。髪ある。鼻か口かどっちかやな。口にしよう。すいません。どけ、どけ、バカモンが。じゃあ、鼻。わかった、ごめん。もう一回最後ワンチャンスくれ。目。あー、ダメだ。あ、よくできた。あ、なんかこう、カチャって言った、今。おーし、アチック鍵を使う。食らってる、食らってる、食らってる。あれ、死んだ。死んでもうた。あれ、クロースが二人になってる。てか、そのさ、扉を開けてる時に攻撃してくるシステム、せこくね？俺の手紙が届けなかったと思った？ずっと待ってた君に。あ、さっきの手紙書いてたやつか。違ったと。お前ダサ、めっちゃダサいぞ今の。すっげえ愛の告白したらクロースやったみたいな。ダサ。あ、エドモンでやって。相変わらず情けない男ですね。なんでクロースで分身してんの？なんでてめえがここに？じゃあそれなら。あ、しょぼんとしてる。ちょっとかわいそう。情けな。当たり前でしょ。あなたの手紙なんて彼女が読みたくない。もう、お前ら喧嘩ばっかりやん。相変わらず人の気持ちがわからねえやつだな。人の気持ちは。あ、これは人なんや、こいつ。はいはい。クロースが何も悪くない。さあ、この子の名前を教えてもらっていいの？メリーです。よろしくお願いします。なんかメリーは今、クロースと貸してしまってるけどな。お前は意外といい子。クロースにもったいないだろうが。っていうか、こいつと何の関係？なるほど。ここは、エドモンドの、何だっけ？名前忘れた。世界なんか。私たち契約を作った。契約？このヘイブンに、あ、ヘイブン。エドモンドのヘイブンか、ここは。ここにいる必要もない。まあ知らない人が最初に追い出した方がよかった。まあ長い間、ここに引きこもっててさ、一緒に行く。一緒に来んのお前！寂しがり屋か。この物語によくあるんだね。新しいパーティーメンバーできたとか。なるほど、RPG によくあると。RPG 風の、それ仲間をゲットしたパターン。これあれよ、仲間にしないってやっても結局、最終的にせなあかんやつやろ。違う違う。俺はクロスみたいにお子ちゃまじゃねえよ。人の体なんて必要ねえ。あれ？これは人形なんか？どっちや？あ、人形なんかこいつは。この僕に悪口を言うならマナーをきちんと教えてあげます。どんな時間をかけてもね。いいね、いいね。キャラクターの個性があっていいね。エドモンド、まあ、嫌いじゃないよ。メリー、俺がお前のお世話になります。すっげえ上からお世話になりますって言われた。お前のお世話になってやるよ、みたいな。最後までじゃないかもしんないけど。おーしよし。あれ？ちょっとタイム。何これ？おう！うら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 ！おお！クロースの方が全然強いやん！クロースで行こう。よしよし、戻ってこれだ。危ねえ危ねえ。なんかすげえ、なんか賑やかな部屋にあったな。とりあえずちょっと話そう、こいつと。エドモンドと。
別に、ただあなたとクロースの体はなんか似ていると思った。そうか、でもね、俺の体の方が立派な人形からだと思う。クロースはもっとややすくて、バラバラ、さすがにお前バラバラではないぞ。ほら、ちょっと怒ってるやん。失礼な。僕のマスターは僕を上手に作りました。あなたのマスターが失敗したみたいです。お前らもう喧嘩やめえよ。あなたのマスターは最低なレベルです。お前か、ああ、さっき言ってた彼女っていうのはマスターのことか。ほら見ろ、俺の方が強いだろ。よし、やってみろ。今から、頂上決定戦やってみろ。おお。お。なんや、ちょっと。え？何？メリーをかけて戦うみたいな。うん、この喧嘩は確かに、確かに面白い。まあまあ面白い。私の部屋だからやめて。なんやね、お前ら。お前らほんま仲いいんやろ？もっと仲良くしろよ。なんでいつ、うん、確かに。生まれからこの顔を持ってた文句ありますか？ごめんなさい。もっと爽やかな眉毛をかけて、描いていいかな？何？じゃああなたこそ、爽やかな眉毛を。本気で戸惑ってるやん。それは違うよ。さあ、部屋戻ってきたけども。ドラゴンがすぐに村を滅ぼした。女王様にも傷つけてしまった。それでも何もしなかった。もう、ただそのドラゴンを慰めました。なんかすっげえドラゴン持ち上げるな、このゲーム。大丈夫ですよ。私が守るから。家族だから愛してるから。ドラゴンがお姫様に牙を向き合っても、女王様が何もしなかった。ただそのドラゴンを慰めました。家族だから。何これ、どういうこと。なんかこうドラゴンすっげえ重要人物というか重要ドラゴンっぽいな。うわ、めっちゃついてくる。なあクロス、メリーが、メリーの学校かな。この子は鈍くて頭が、バカにされてるぞ。もう聞こえてる。失礼だったよ。お、ありがとうよ、ドモンド。お前男前やな。メリーをいじめるな。悪いメリー、俺はただ気になってた。まあね、ほとんど行かないのは事実ですけど。俺もまあほとんど行かんな、もう今となっては。ここ行きたいな。学校とか行かれる、ここ行きたいわ、ここ。うっふー、追い返されるわ。学校行くか、ほんなら。今のも学校行けってことやろ。あ、あれ、なんか今一瞬ついてきたよな、クロース。あ。あれ？あれ？なんか置き手紙がある。なんか日本人風の子がいなくなってる。まさきまさき。まさきがいない。ここはやっぱまさきの定位置なんや。いつもここにいるのにみたいな。また手紙？クロースへ。あなたと同等になるようにこの子を捕まえた。あなたは昔みたいに弱虫じゃないな。あの場所へ待ってる。これは宣戦布告なんですから、答えないなら両目をきれいに切る。そして、やばいやばい。名前忘れたけどな、日本人風の女の子ピンチちゃう、これ。おんおんおん。ちょ、クロース。クロース。ちょっと待って。クロース。なんで君は下着姿で教室をうろうろしてんの？よく見たらお前もか。てか全員や。なんや、この学校。気持ち悪っ。クロース。ちょっと。うん、これ見つけてん。僕を見つかったらしいです。この子の名前、この子の名前を二度と出ないと思った。あ、何？知り合い？これは宣戦布告ですけど、エドモンドはともかくクロースはそんなにモテないの？どういうこと？あいつはかなりプレイボーイだぞ、メリー。マジか。意外やな。すごい真面目そうな顔してて。そんなことできるのありえない。まあ、確かに。いや、お前やめろ、変態。おい、変態。やめなさい、今すぐに。メリー、この子助け、なんかでも、メリーちゃん前回、この子あんまり好きじゃないみたいなこと言ってたよな。ほら、もう乗り気じゃないもん。別に、みたいな。無視すんの？いや、この中でなんかさ、意外とまともな、人間？まともなこう感情を持ってるのこのエドモンドだけやん。この二人もう非人道的すぎるやろ。お前らは何々何々。
お前らのせいで俺がなんちゃらかんちゃら、こっちに来るな。来るな、このなんちゃらかんちゃら。おー、これをなんかメリーちゃんはなんとかしてほしいねんな。メリーちゃんよくこの状況下で寝れるな。両サイドをもうがっつり見つめられてるぜ。言ったでしょ？僕が人間に何もできない。人形がいきなり人の前にあ、今のじゃセリフはやっぱ人間のセリフなんか。何、ストーカー？ほう。ドール会議は僕を許せない。ああ、人に話しかけることね。あい、何？幽霊？幽霊？こんな家、この家に住み着いてるなんか霊かなんかかな？強い顔しなくていいぞ、メリー。めっちゃエドモンド優しいやん。やばいやばい。全くこのお騒ぎで頭が痛くなるあなたの親が一体何をするんですか？まあ人間はいつでも弱いですから、親が何もしないですね。女王様を悪口、女王様の悪口を言わないで。あれ？メリーは、さっきのなんかこうドラゴンの話あってんか。女王様は、ドラゴンがお姫様を傷つけてもドラゴンの方をかばったみたいな。これメリーお姫様なんじゃない？さっきのあの話に出てきた。女王様はドラゴンのこと怖いんです。ドラゴンがいつもひどいことを言ってるから、女王様が自分のことを責めてる。でも何でもやらせるのはダメだと思います。それは親として失敗です。ん？失礼な子ですね。何？何を見せようとしてくれた今。お前もったいぶらすな。エドモンド大丈夫ですよ。気にしないで。おい、エドモンドお前いつまでイケメンやねん。大丈夫、全く大丈夫じゃねえんだろ。大丈夫ですね。軽くあしらわれた。メリー、そんなことをしなくって。あの子を助けに行くはどうですか？ 忘れてた。友達の生命の危機を忘れてたか。クロスが言ってなかったと思う。なんで今？もうとりあえず行こう。行こう行こう行こう。クロス、お前その子から随分抱いたんだな。ん？なんか今告白された？けどここから離れたらそれならできる。もうな、なんか変な霊みたいなのついてるしな。行こう。またあれやな。世界観に合わせて髪型を変えてきたな。ちょっとイメージと違うね。歓迎会はどこだ？って汚ねえな、ここは。あなたたち失礼なことを言うなら帰ります。ここは汚くないと。昔から綺麗な場所だった。ここ何？クロースの世界じゃないよな、別に。お前ガイドしてくれんの？この世界の。おうおうおう。あれ？先に行っちゃうん？よしよしよし。なんか新しい世界来たし。セーブ。お、エドモンドが追加されてる。で、見てこれ。ちゃんとさ、ほら。メリーちゃんの服装とか髪型のこの、なんていうん？グラフィックも変わってるわ。いいな、すげえ凝ってるな。よし、ということで、今回パート3かな。とりあえず一旦ここで終わりにしたいと思います。パート4は、この世界の、探索から始めていきたいと思うんで、またよかったら見てください。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。